はい、お疲れちゃんです。あゆかママです。今日もセッションの振り返り動画を撮っていきたいと思います。あゆか塾がね、今日卒業式を迎えまして、1期生2期生ともに卒業を迎えました。おめでとうございます。あのね、もう本当にどちらのメンバーも個性豊かで、本当に素敵な仲間でした。そして素晴らしいグループマジックが起きました。なんかやってよかったなっていうか、なんか一番こう、喜びを感じたのは私じゃないかなっていうぐらい、なんか私が一番、なんだろうな、今日のね、こうその振り返り動画の子が、小学校の先生なんですけど、私多分父親がね、学校の先生だったので、学校の先生ってちょっとこう憧れだったっていうか、自分の将来のビジョンの中に少しあったんですよね。でもこう、なんていうのかな、なんかね、学校で働きたいとかっていう感覚はなくて、学校の先生になりたいっていう、なんていうの、今のこの教育関係の学校に通って学校の先生になるという夢はもちろんないんだけど、なんか子どもたちの成長を見守って応援して愛情だけ与える存在になりたいと思ったことはやっぱりあるんだよね。で、なんかそれをこう大人になって、体験させてもらったなっていう感じがすごくして、何の先生って授業もやらないし、何の先生でもないんだけど、なんかこうみんなのこう悪いビリーフとか癖とかを、なんかそれ癖だよって教えてあげるだけで、なんていうの、ダメだよじゃなくて、それ思考の癖だよとか受け取り方の癖だよとかビリーフだよっていうところだけ、なんかツン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 してただけで、あとは特に何もしてなくて、みんなが勝手に変わっていくのを見守っていただけだなっていうふうに思います。でもすごく、もう根底から認めてたし愛してたしっていうところに関しては、とっても自信があります。で、なんかそういう先生になりたかったっていうのがあって、で、まあこの彼女はそういう意味で私の、なんだろうな、希望なんだよね。こうすごく若くて、で未来がまだまだたくさんあって、本当にサタンリターン超えたばっかりなので、私と15歳違うんだけど、本当に希望でしかないんだよね。で、この子カニ座なんだけど、カニ座って本当にまねっこが上手で、カニ座って模倣するのがすごく得意なんですね。で、私のこう星読みとかを本当に模倣して、そのまま星読みをできるようになって、星読み師としてもデビューしてるっていうか、こうなんていうのかな、読めるようにはなってるんですけれども、もちろんね、お仕事的に副業ができないので、そういうお仕事としてはやってないんだけれども、もう読めるレベルになってたりして、いろんなこう人をこう勇気づけたり元気づけたりしてるっていうところになるんですね。で、なんか本当にね、なんか私の後をそのまま進んでくれてたりとか、私がやろうとしてること、私が言ってること本当にそのまま言ってくれたりやってくれたりしてて、ああカニ座だなっていう感じがするんですね。でも彼女の知識と技術、そして現代のその彼女の時代っていうのを含めて、もちろんオリジナルになってるのね。だけどスタートはやっぱりカニ座って模倣なんですよ。私もカニ座の火星があるからわかるんだけど、真似をするということが一番の近道、上達の近道になって、その自分が真似をする人を見つけてさえしまえば、まあそれがイコールメンターなんだけど、メンターっていうのは導いてくれる人なんだけど、カニ座にとってはね、モデリングかな、メンターというよりはモデリングで真似していくっていう感覚の方が上達は早いのかなっていうふうに思います。なんかもう何年もね、何年だろう、3年4年
こう私のところにずっと通ってくれてるので、本当に何だろう、分身のようなあの未来を託したよみたいなね感じで思えてる子なんですけれども、あ、こうやってカニ座って吸収して、そして自分のものにしていくんだなということをね本当に感じました。でもちろん私だけじゃなくてね、その自分のビジネスにおいて仕事においてのメンターっていうのたくさんいると思うし、先輩もたくさんいてね、そういう方たち の, あのいいところもたくさん真似してどん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 吸収しているんだなと思うんですね。でその前にね、すごく不安定だった時と今って何が違うんだろうと思ったら、そのカニ座の安心安全の場をちゃんと見つけられたんだなっていう気がしました。でその一人に私が入ってるんじゃないかなっていう、なんか今日私自分で自分のことをなんか褒めてたり自慢してるような感じになってると思うんですけど、すいませんすいませんね、はい、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、彼女がその恋人も含めたり友達だったり同僚だったりっていうところで、多分その一番こう病んでたっていうか弱かった時って、あの安心安全の場がなかった、要はこの人だったら大丈夫っていう人がいなかった。それは言ってもこう反論されたりとか受け入れてもらえなかったりとか、そうだな、生意気だと思われたりとか、まあ、いろんな分からないけどね、そういう職場の人間関係、そして恋人で家族はいるんだけれども、若い時ってね、家族は決して社会においての安心安全の場としては、なんでか知らないんだけどそのメンバーに入らないんだよね。あのもっともっと大人になってくると本当に家族のありがたみっていうのはちゃんと分かって、自分にとって家族っていうのが安心安全の場だっていうのは分かるんだけど、こうサタンリターンを迎える時ぐらいまではやっぱりそのことって受け入れられなくて、まあ、親もねまだ若いので反発も多かったりとか、自分のやろうとしてることとか、そういう自分の価値観と同じではなかったりするので、純粋に、自分のことを受け入れてはくれてるんだけど、自分の価値観とか信念とか考え方とかを全部ひっくるめて大人として受け入れてくれるかっていうとそうではないので、やっぱり他人にそういう人がいるということが非常に重要になってくるんだなということを改めて思いました。まあ、私の身近にはね蟹座さんもたくさんいるんですけれども、蟹座さんっていうのはやっぱりこう自分の好きな人に、本当に心底認めてもらえたり、愛してもらえたり、することがやっぱりベースとして一番安心しておいいなんていう生きていけて、それをもとに自分の愛のエネルギーをたくさんの人に注いでいく生き物なんだなっていうことを改めて感じました。なので、なんて言ったらいいんだろうな、蟹座さんって決して狭い世界で頑張ってるっていうイメージがあるかもしれないんだけど、狭い、その安心安全の場が1個でも2個でも見つかれば、あとはどんな、広いところに立っても自分の愛情を振りまくことができるんだなっていうことが、今回もねすごく感じることができました。ただやはり自分の愛情を傾ける相手っていうにも限度があるんですね、蟹座さんは特に。そこが魚座さんとかと違って限度があるので、やっぱり身近な人、家族だったり仕事場で、特に彼女の場合は子供たちだったりとか、それから自分に関わる人たちですよね、そういう仲間だったり、そういうところにしっかり愛情を届けていくっていうところからスタートしていくんだなっていうふうに改めて思いました。何が言いたかったかっていうと、その真似をするということでの成長をするためにも、好きな人をしっかり見つめてその人に認めてもらうっていうことが非常に大切だなというふうに思いました。そしてそういう人を見つけると素直に とにかくぐんぐん伸びていく、だなっていうことを改めて教えてもらいました。そしてそんな人に選んでもらえたことが本当に光栄です。そしてずっとそれをね、そういう人でいられるように改めて、素敵な先輩として生きていきたいなっていうふうにして、なんだろう、身が引き締まる思いです本当にありがとうございました。これからもずっとずっとよろしくお願いします。ということで今日も愛のメッセージでした。ありがとう。